マイクがね、線が抜けてたわ。喋 ってたんだけど、線がね、抜けてました。一人で喋ってましたね、何もないとこに向かって。すいません、チアの方を読まさせていただきます。まず、山田きれいな空さん、100チアありがとうございます。お帰りなさいということで、ただいまなさい。お疲れ様でした、イベント。レイライトさん、100チアありがとうございます。イベントお疲れ様でした。こちらこそお疲れ様でした。ありがとうございました。初心者ですね。はい。そうですね。申し訳ないです。 サドボーン3さん、センチありがとうございます。お疲れ様でした。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。というわけで、今日もボットうちはやります。いかなる日、いかなる用事、いかなることがあろうとも、ボットうちだけは不屈の精神でやることを誓います。平成何年だっけ、28年11月23日、28年だっけ、今年平成どっちだっけ、27年だっけ。もうおじいちゃんだよ俺、わかんねえ。28年か、29年だ。どっちも違う、どっちも違う。平成29年11月23日、林優斗。以上です。どっちも違うじゃねえか。29年か、今年。そうですか。どっかしらでは書いてるはずなんですけどね。H29 って。でもね、わかんない。もう、おじさん、わかんなくなる、たまに。29なのか、28なのか、27なのか。そんなことはいいんですよ。お疲れ様です。今日ね、そう、今日ね、インテルの第8世代発表会にね、呼んでいただきまして、僕とスタイリッシュヌーブことね、関裕太君、そう、関裕太さんと一緒に出演してきましたよ。なんですかこれは、ディスコードハテナハテナハテナって怖いんですけど、なんですか左上のこの表示は、なんか実装されたみたいですね。まあいいや、まあそれはともかく、まあ、その出席したわけですよ。なんとね、インテルの日本の社長さんとね、デュオを僕がやったりとか、まあ、あとは、そうですね、2人で関さんとね、新しい PC、今の第8世代の CPU と、第3世代の CPU を積んだね、CPU での、こう、ベンチマーク対決とか、いろんなことやったな。超楽しかったな。最後はね、本当は僕は解説だったんですけど、実況解説だったんですけど、なんと谷口さんがね、僕、まあ一回その谷口さんやられちゃって、その後僕に譲ってくれて、二人でね、デュオすることもできたっていう。そうですよ。あのイベント、多分この僕の配信を見てる人はね、前から言えない言えないとか言ってて、いつ発表されるんだろうな、みたいな感じになってたと思うんですけど、そう、ちょっとね、秋葉原のね、会場の、都合で、あれなんですよ、人が集まりすぎちゃうと、警察が出ると。警察が出るって言い方あれだけど、まあ、要するに人の不便になって、警察がね、出動しなくちゃいけなくなって、それはすごくね、大変なことになっちゃうから、まあ、申し訳ないからね、警察の方には。だからギリギリまで、そのね、正体を伏せて、まあ、今回のイベント、まあ、あくまでプレス向けということで、させていただいたイベントで、そうですね、インテルさんのね、社長さんと、そう、デュオをやらさせていただいて、それは後ほどね、また多分プレス関係でね、多分公開されるんですけど、めちゃめちゃ面白かった。あれ配信してもいいと思うぐらいね、面白かった、本当に。いや、めちゃめちゃね、面白かった。あれ、配信した方が良かったんじゃないかなってぐらい面白くてさ、内容が。江田社長とのね、デュオ。マジで。超面白かった。まあ、特別ルールで、まあ、時間もね、時間の都合上っていうのが、まあ、本音なんですけど、まあ、時間、まあ、こう、あんまないから、まあ、10分間、2人で生き残ったら、勝ちというルールだったんですけど、もうね、初っ端から、あれですよ、最大社長ついてきてくださいって言って、いきなりダラララって後ろからこう銃声が響いてきて、僕が危うくね、蜂の巣になりかけたりとか始まってね、もうバギーは縦回転するわ、
海でね、まさかの江田社長とキャッキャウフフするっていうイベントもあったりとかね、とんでもない とんでもないイベントでしたよ。あれはみんなにね、配信で見せたかったね。面白かった、本当に、純粋に。純粋にね、やばかった、もう爆笑しながらやってて、お客さんもね、プレスの方しか、時間をね、公表してないから、いなかったんですけど。いや、でもね、なんかね、なぜかね、それを知ってて来てくれた方もね、言ってて、ちょっと驚いたんですけど、まあ、インテルのね、江田社長さんと、そうですね、一緒にやらさせていただいて、もう、大爆笑しながら終わったっていう。そう、すごかったね。あれは本当にね、僕の今までのイベントの中でも一番すごい内容だったのに、まあでも内容だったのにっていうか、まあ配信はね、まあ、もちろんできないわけですけど、まあそれはまあプレス向けのね、後ほど記事でアップされると思うので、お楽しみに。どこかしらではね、どこかしらっていうか、かなりのプレスさんに来ていただいたようで、本当にそのプレスの方にもね、すごい楽しかったですよとか、いや、すごい良かったですよって言っていただいたので、僕はもう嬉しい限りでしたね、本当に。面白かった。すごいよね、インテルの社長さんとそんなキャッキャウフフできるね、体験が生きててね、できると思わなかったもんね、この現世においてね。来世ぐらいだったらもしかしたらあったかもしれないけど、来世がね、もう一回やり直せるならあったかもしれないけど、まさか現世で叶うとはね、思ってなくてね。すごいびっくりしましたね。いやでも本当にかなりね、インテル江田社長もね、めちゃめちゃ飲み込みが早くてね、さすが、ゲームもめちゃめちゃあっという間に成長していきそうな、まあでもすごい楽しかったからね、また今度触ってみたいという話をしていただいて、その楽しみ、ゲームの楽しみがね、少しでもこう、なんだろう、理解していただけるというか、知っていただく助けになればね、何よりですね。すごい良かった。人間じゃないです。まあそれもあるけどね。まあ、周りの本当にそうですね、インテルの様々なね、それはもうあれですよ、僕の1億倍ぐらい偉い方とね、お話しする機会もあって、まあ、これは別にどこにもね、公開される内容とかじゃないんですけど、まあ、そのなんかゲームのプレイヤーはこうどのような、まあ、どの部分、そのし、なんだろう、求めてるのかとか、まあ、その FPS 値はどれぐらい欲しいのかとか、まあ、そういったフィードバックとか、様々な部分でお話をね、させていただいたりとか、いや、非常に貴重な経験をね、たくさんさせていただいて、めちゃめちゃ楽しかったですね、個人的に。まあ、こういうイベントもたまには本当にいいのかなと。すごいね、気さくな方でしたよ。社長さんとは思えないぐらいね、気さくな方で。いやー、本当に、こんなね、どこの馬の骨かもしれない、ね、青年とね、ゲームをね、あんな楽しくやっていただけるわけですからね、さぞやっぱり社長の、なんだろう、器というか、まあ、やっぱ社長になるのは、ああいう器がね、器がある人なんだろうなって、なんだろう、まあ、人の、なんだろう、このね、懐の深さというか その部分をね、非常に知ることができましたね。いや、本当に良かった。楽しかったです、非常に。めっちゃ楽しかったよ。 僕の初のコラボ相手ですよ。だって今までちょっと聞いてほしいのは、僕コラボとかないじゃないですか、全く縁がないんですよ、そもそもね。コラボとかいつもね、ノラの謎のね、中国語を話すプレイヤーだったりとか、韓国語をね、話すプレイヤーとね、コラボをしてきた僕がですよ、本当の意味での初のコラボがまさかのインテルのね、江田社長なんですよ。これ言えばよかったな、このネタ。まあ、言えばよかったっていうか、まあまあでも、まあね、僕の配信じゃないんで言ってもね、全然面白さは伝わらないと思うんで、まあ言わないですけど、初のコラボ相手が、インテルの社長さんですよ。俺もよかったと思うもん、今までむしろコラボしてこなくてよかったなと思ったもん。これのために多分今までコラボしてこなかったんだろうなって、思った。逆にね。関さん、インテリエントなのに東京に来たんでしょ？違います。違いますよ。んなわけないじゃないですか。インテルイベントなのに引っ越してきたの、彼は。超人かな？富豪かな？ 石油王でもね、そんなことはやらないと思う、普通じゃないよ、そんなの。全然違いますよ。そんなわけないじゃないですか。しかも次大阪だしね。
東京だけじゃないしみたいな、今日は先生の映像なしなのですね。嘘だ、俺の顔映ってないとか、嘘だ、ここまで俺の顔映ってなかったとか、まあでもラジオ代わりにしてる人多いからね、まあ関係ないと思うけど、ここまで顔映ってなかったんですよ。はい、というわけでデコボンさん100チェアありがとうございます。祝初コラボ、あとワイプつけてください。今ここで気づきました、ありがとうございます。なんでボット打ちをしているのかは、ボット打ちアーカイブの第1話をご覧ください。現場からは以上です。もうね、何回もね、耳が腐るほどね聞いてる人もいるからね、その一人のために話すのもあれなので、ぜひともアーカイブの第1回を、参照ください。 YouTube にもアップロードされています、YouTube を見るのがめんどくさい方は、Twitch の、過去配信にも書いてあります。以上です。でさらには、そうですね、産業にまとめるならば、ちょっと配線紙にしない、今後でさまざまな出るゲームね、まあ、出るゲームのためにちょっと配線紙にしたいというところ、そして、まあ、ゲームをね、あのシューティングゲームを触れない期間が結構 長くなってるんですけども、まあ、それでもエイムを鈍らしたくない。以上です。向上というよりは維持ですね。はい、以上です。詳しくは、ラジオアーカイブの第1回を見よう。出た出た、あの意外とイケメンですね。何だったんだろうね、昨日のね。うん、あ、え、何の PS3 は急に PS3 が起動し始めたそれでなんでボット打ちをしてるんですかそうですね、何も理由はないですよ、ごめんなさいね。あの本当にただ被ってただけ、うん、ワイプがね。この工場、そうだね、録音しといた方がいいかもね。この配信から来るっていう人も1億人に1人ぐらいはいるかもしれない、もしかしたら、ね。いないけどね、この配信見てる人はほとんどあれですけどね、僕の配信の中枢を担うね、配信してんのみたいな人たちがいないですけどね、まあ、本当にありがたいです、普段からね支えていただいてる、そんな僕の配信の中枢を担う人しかねこの配信は見てないと思うんです。ええ、でも新しい人が見てくれるのも大歓迎です。そんなね、まさかのこのボット打ちから入ってくれるってどっから来たんだろうっていう、逆に知りたい、どっから来たの君はどっから来たの一体。うん、に表示しといてもね邪魔なんで嫌です。画面が雑になっちゃうんで、わけわかんないことになっちゃうんで嫌です。はい、以上です。じゃあ600天皇ぐらいですね。うん、林600天皇明日も通常の配信はない。そうですね、明日は通常の配信は、ございません、ごめんなさい。明日はちょっと税理士さんにね、ちょっとまあこう僕の税大丈夫ですかみたいなとこちょっと聞きに行くんで、僕の税とかってこれなんか大丈夫ですか、いやダメですよね、じゃあちょっとお金あるんでお願いしますみたいな相談に行くんで、はい、まあ、僕の知り合いのね税理士さんのところにちょっと行こうかなと思ってます。はい、なので明日も配信はございません、ごめんなさい、明日も配信はないです、許していただきたい。まあ明後日からはちょっと通常営業で行こうかなと思います。よろしくお願いします。はい、初見の方多いですね。なんでもうちょっとでボット打ち継続1ヶ月毎日ですね。30日達成の暁に何かありますか。そんなやんないですよ、3万体も。どうしたんですか、急に。いいんですよ、これも1日3000体やるからいいんですよ。うん、3000体っていうこのね、かもなく不可もない数字が適度なね、心地よさを生み出すんですよ。うん、毎日やることが大切だってことを言いたいね、数が少なくても。確かに3000はちょっと少ないかもしれないけど、それでもいいんですよ。毎日やることが大事なんですよ。こういったイベントの帰りの日とか、ね、忙しい日でも出張先でもやるんですよ。どんな時でも大阪行って日帰りに帰ってきた日でもやるんですよ、3000体。それがいいんですよ。そういうこと、そういうことなの達成じゃない絶対嘘でしょ、大和先生のボット打ち見てファンになったとか 100% 嘘でしょ。うん、絶対嘘だよ絶対ね、この初見ですって言ってる人はね、大体ね嘘だから、嘘初見だから、大体嘘初見だから、うん、いつもいる人だったりするから、ね、はたまたね剣ついててね、購読10ヶ月ぐらいのマークついてる人がね初見ですとか言ってる時あるからね、何食わぬ顔で、僕はもう驚きです。そんなやつもいるからな、世の中に。鳥
とんでもねえ。で、ちょっと前の質問に答えていくと、まあ、今日サイン会ありましたかっていう話があったんですけど、そうですね、お話をね、させて、もともとこの、なんだろう、イベントに行く前に、まあ今回ね、プレス向けで、あまりその皆さんと触れ合う機会がないんだけど、まあ、できる限りね、時間を作りたいというお話をさせていただいたと思うんで、まあ、インテルさんのね、ご好意のもと、本当ご好意ですよ、これ、マジで、本当に僕たちのね、わがままを聞いていただいて、なんとステージまでお貸しいただいて、皆さんとね、交流できる機会を設けていただいて、やっぱりインテルって神なんだなっていうのとともに、みんなコーヒーレイクをね、じゃあ買おうっていう話ですね。ぜひコーヒーレイクを皆さん買ってください。以上です。本当にありがとうございました。初見です。初見税が出てきた、初見税ね。うん。脱粉審査。意味がわからない。脱粉審査の意味が。今日もね、俺ら冷えてたからね、めっちゃトイレ行きまくってたけどね。二人でわけわかんないこと言ってたよ。バックヤードでね、行ってたから聞こえてたかもしれないけどね、お客さんに、ね。二人でここのステージで脱粉したらどうなるかっていう妄想をね、延々としてた。出番を待ってるとき。絶対俺聞こえ、ワンチャン聞こえてたと思うけど、まあ聞こえてた方はね、まあ、なるべくね、理想の僕たちでいるためにね、ここのね、壁の理想の僕たちでいるために、まあ、聞き流していただきたいんですけども、二人でね、この脱粉したらね、俺たちはどうなるのかみたいな話をね、めっちゃ盛り上がってたね。ずっと出番待ってる時に。めちゃめちゃ盛り上がってた。いやー、俺たちこれ絶対あれでしょう、インテルから出禁になってみたいな話からして、そう、で配信業界で生きていけなくなってみたいな、そう、なんかこう路地裏でひっそりと生きていくんだみたいな話をね、ずっとしてた。俺らめっちゃキャッキャ言いながら話してた。思えばなんであんなにね、その話であんなに盛り上がったのかわからないんだけど、未だにね、まあなんかここで脱粉したらやばいなみたいな話とか、あとなんかあと話してたのは、なんかこの線切ったらなんか停電してやばいことになるなみたいな話をしてたりとかね。この一本の太いケーブルを切ったらどうなるだろうっていう話を二人でしてたね。そう、この太いケーブルを切ったら俺たちはこの世界から消されるのかなって話をしてた。でね、そんな話をしてたら、本当にね落ちちゃったんですよ、停電が起きて。俺さ、その時にね、本当に停電起きちゃったねって言おうとしたけど、言うのやめた、さすがに。ざわざわしそうだから、なんかね、本当にって言うと、なんだ、何が嘘なんだみたいな話になるから、言わなかったけど、まあ、でも関さんは、俺の顔で感づいたと思う、その時、関さんに、見た時、関さん見て、顔見た時にね、本当に停電起きちゃったって。お疲れ様でした。あ、そうですよね。あゆたまさんね、そう、日本にね、帰国なさるらしいんで、ウェルカムトゥージャパン、リターントゥージャパン。思わず関さんの方で振り向いちゃった。さっき話してたことが現実にって、なっちゃったのがね、印象的でしたね。あれでも笑ったわ、本当に。嘘ってなったもん、俺。パッて。二人で、あ、そう、その停電で NVIDIA の配信もちゃったんですよ。二人で利用してたら、いきなりね、会場がパッて真っ暗になって、えって二人で行ったら、そのままネットワーク遅延とか出てきて、あ、これ、もしかして、っていうことでね、残念ながら、停電っていうね、停電エンドですよ、二人で、ね。思わず俺、関さんの顔見ちゃった。本当に停電しちゃったって。本当に停電しちゃったって、さっきその話してたけどって。あそこで終わっちゃいました。でも、まあ、会場の人にはね、まあ、実質、ドンカツでしょ、みたいな感じで、プレゼントの方をね、させていただきました。まあ、もうね、もう実質ドンカツ近かったから、まあ、あれはもうドンカツ取れたんじゃないかなって流れだったから。まあそんな感じで、いいんじゃないですかね。はい。丸く収まった。めちゃめちゃ丸く収まった。きっとね。まあ、外の会場だったからね。外の会場だったから、まあ、しょうがないよね。そういうこともあるよ。夕飯は関さんとね、食べて帰ってきた。そうは、店は言えないけど、店の名前は言えないけど、
まあ、昼はね、イベント会場の隣のジャンガラで食べ、ジャンガラ？ジャンガラじゃない、ジャンガラか、そこ。九州ジャンガラです、ね。で食べて、その後ね、関さんに夜ご飯ね、二人で、関さん何食うっつって、何食って帰ろうかっつったら、そうっすね、じゃあ自分、ラーメン食いたいっすね。さっきジャンガラで、豚骨ラーメン食ったよなって思いながら、まあなんか、あ、いいよみたいな。え、またラーメン食うのって思いながら、元ラーメン屋に行ってラーメン食ってきましたね。2食続けてラーメン食いましたね。停電のケンはちゃんと自首してください。自首してないよ。自首してないよ。うん、自首はしてないよ、うん。自首はしてないし、俺じゃないし、やったの、うん。俺はプレイしてたからね。しょうがない。まあ、だから、びっくりしました。本当に。本当にびっくりしました。ラーメンがね、そう、なんでラーメンなんだろうって。俺、ひそかにね、ちょっと、もう脂っこいの嫌だったから、昼ラーメン食べたから、いやー、関さん、なんか、寿司とか、なんかいいね、なんか、たけ寿司食いてえなー、みたいな話とかね、関さん、なんか、たこ焼き屋あるねー、とか言って話したんだけど、そうっすねー、自分ラーメンですね、って言われて、あ、そっか、怖い、怖いって、うん、じゃあ、ラーメン食って帰るか、つって。2食目のラーメン食ってた。まあいいけどね、別にね。全然いいけどね。うん、ラーメンでも。ラーメンでもいいけどね。美味しかったしね、最終的に。俺が一番満足してるね、あそこのラーメン。うん、名前は言わないけど、うん。どこか特定されるからね。されないけど、別に。まあ、それはされないけど。まあ、一応ね、名前は伏せとくけど、すごいね、美味しいラーメン食べてきました。はい、以上です。まあ、あとは本当に、そうですね、急な、まあ、イベント告知だったと思うんですけども、まあ、その中でもね、来ていただいて、本当にありがとうございます。で、差し入れをね、本当に持ってきていただいて、なんと、そう、僕の分までね、本当に持ってきていただいてね、ありがとうございます。そう。無事ね、エナジードリンク、モンスターをね、差し入れしてくれ、していただいた方ともね、挨拶ができたりとか、本当に感動でしたよ。なんか偶然秋葉原を歩いてて僕たちを見かけて声をかけてくれた方とかもいたみたいで、すごい嬉しかったですね。うん、嬉しかった。でね、そう、東新宿の花火は本店に行ったことあります。本店行ったことある。本店に行ったことある。まぜそば本店にねるさんと一緒に行った。花火を行くために名古屋まで来ました。前実を言うと、そう、花火に行くためだけに俺名古屋行ったことあるよ。冗談抜きで、本当に花火に行くために名古屋に行った。ちょうど1年ぐらい前かな、行きたくて。そう、行きたくて本当に。え？そう、そのためだけに名古屋に行ったんですよ、ねるさんとね。その時関さんは何してたか知らない。なぜか関さんはいなかった。ねるさんと一緒に行ったね、二人で。うん、ヤマトン、ここのね、まぜそばが美味しいんだよ。じゃあ行こうぜって。いいよ。二人で行って帰りに駄菓子なんかの廃工場みたいなところで駄菓子買って、いやー名古屋楽しかったわっつって帰った。日帰りでそういうのもいいよね。結構ねそういうの多いんですよね。うん、関さんはね、わかんない、なんかいなかったね。関さんはなんでだろう。誘ったのかな、わかんないけど、誘ってもいないかもしれない、わからない。なんかでもねるさんと二人でなんか話が膨らんじゃって、その勢いで行った気がする。うん、わからない、あんま覚えてない。関さん何してたのかな、あんまり覚えてないな。アークティスワイプかハイパー X クラウド2ならどっち買うのいいと思いますか。下のあのロゴを見ていただければ分かると思うんですけども、ハイパー X さんがスポンサーなんですよね。でも僕はその2つよりハイパー X クラウドリボルバイスの方がかなりおすすめです。これは内緒の情報なんだけど、ぜひともボールバイス買ってみてください。満足できると思います。でもマイクがあんまり微妙です。マイクが
微妙なので、マイク以外の用途ならレボルバーですが神です。ここだけの話です。うん、僕はレボルバー S がね本当におすすめなんですよ。アルファより俺レボルバー S の方がいいんだよな。書いちゃったけどレビューに。悪いとこってか、なんだろう、実際そう思うことはさ、俺書きたいと思ってさ、別にスポンサーさんだからって言って新しい製品が、あ、これも最高っすよっていうよりはやっぱり思ったね。レボルバー S がやっぱ最高だと思うんで、僕はレボルバー S をやっぱおすすめしたいんですよね。別に他のね方はそう、他のものがいいっていうかもしれないですけど、僕はあくまでレボルバー S をおすすめしたいから、正直言うと。山田きれいなさん、100チーありがとうございます。アーキツアイでしっかりそうですね、悪くはないです。別にアークティス5も悪くはないです、全然。正直言うとか、うん、全然悪くはないです。僕はレボルバー S が本当に神だと思ってます、マジな話で、冗談抜きで。以上です。まあ、だってそう、結局嘘ついてもさ、そんなとこでさ、いやもう全部完璧ですよとか言ったりさ、新製品だから神ですよみたいなこと言ってても、結局それに、なんだろうな、買ってさ損したらさ、その後々を考えたらマイナスじゃないですか、どう考えても。そういうことはしたくないから、まあ、自分が感じたことは言いたいし書きたいよ、それは間違いなく。レボルバー S のアマゾンへのリンク追加とか地味に進化してて感謝します。いえ、そんな、いいんですよ、ありがとうございます。まあそうですね、そう、好みとかもあるからね。俺はなんかね、アルファがねダメなんで、どうしても。なんでだろうね、 ESL の時のなんか俺は良かったのに、 ESL で使った時はすげえいいなと思ったのに、なんでだろうね。なんかいざね、こう提供いただいて使ったら、あれ、なんかこれじゃないみたいな感じになっちゃったんで、ね。まあ、レボルバー S はね神なんで、ぜひとも、買ってみてください。良いです。ただしマイク、ただのね、よいしょじゃ意味がないからね、本当に。そのスポンサー様の製品の中でいいと思うもの、まあいいと思うからこそ、まあ、本当に一緒にやっていけると思うし、そういう部分あるから、これからも一緒にやっていきたいですね。ありがとう、ハイパー X。レボルバー S と出会わせてくれて。リンクリク社のサービステンポラリーアンデイボロだったぞ。え、嘘、何のリンクですか。それは僕に、バナーかな、あれかな、報告来てたやつかな。まだ治ってないのか。そうですね、じゃあもう一回言っときます。ごめんなさい、まだ治ってないみたいですね。報告来てたやつですね。レビューの方の記事はね、Amazon 飛べると思います。ごめんなさい。そう、現地ではね良かったんだけど、あれなんでだろうな、なんか分かんない、何があったのか分からない。現地ではねすごいね良かったんだけどね、でも家帰ってきたらレボルバー S の神だなって、神やなって。このページの下の方にあるハイパー X の画像リンクが飛べない。あー、そうですね、これちょっと、はい、以前ねご指摘いただいてどうにかなると思ったんですけど、まだどうにもならないみたいですね。分かりました。ちょっとこちらの方ね、修正を、迅速にさせていただきたいと思いますので、ごめんなさい、ごめんよ、みんな、ごめんなさい。ごめんなさい。まあ、ということで、ちょっと話は脱線したけども、なんだっけ、どこまで話したっけ、そうだ、サイン会が あったかみたいな話ありましたね、そう。まず、そうですね、あかり YP さん、10ヶ月目の、サブスクライブありがとうございます。イベントお疲れ様でした。どうでしたか。そうですね、まあもうちょっとね、あらかた話してしまった感はあるんですけども、まとめるとですね、僕の初のコラボ相手であるインテル枝田社長とのデュオはね最高に楽しかった。そして、まあ関さんとね舞台裏でまあちょっとなんかなんだろう、破滅トークで盛り上がったりとか、あとはなんかまあいろいろね、楽しかったです。コナミかいろいろ楽しかったなと思いました。配信設定みたいのにナイトボットが機能してくれません。先生に対して知りたいことだけ。配信設定ですか。配信設定ぐらいなら見せてあげるよ。ちょっと待ってね、見れんのかな。今用意しますよ。
これでいいかな。ちょっと待ってね。ちょっと待っててくださいね。ウィンドウモード、まあそうですね、さっきサイン会があるのあったのっていう話ですけども、あ、これは答えたか、答えたな、そう、俺言った覚えがあるわ、そう、あのインテル様のおかげで、可能でできましたというマジか、サイン会あったのか、今回ないかもって言ったら行くのをやめたのに、まあでも本当にね、そう、それは申し訳ないんですけども、でもできるかは分からなかったのは事実です。だって今回はそのあくまでプレス様のね、プレス様に向けてのイベントということで、まああのなんというか、まあその告知とかもね、あえてそのギリギリにして、まああの警察の方のね、あの迷惑にならないようにということ、配慮とかもねあったので、まあくまでプレス様向けということで、でもご来場いただいた皆様にも何とかして、そのなんだろう、そのなんだろうな、いくらなんでも。なんだろう、こう申し訳ないじゃないですか、せっかくこんなさ雨とかさ、そのなんだろう、降っててさ、来ていただいてたよ、しかもそのサイン会っていうかさ、そのなんだろうな、まあ、自分たちで言うのもあれだけど、その僕たちのためにその来ていただいた方とかをにさ、そのさすがに何の話も、話もっていうか何もなく帰っていただくのは忍びなさすぎたので、本当に、なんだろうな、インテルさんの、その、ご厚意で、奇跡的に実ったっていう形でしたね。うん。だから、本当にインテルさんの、その、ご厚意ですよ。スタッフさんもね、横で片付けてるんですよ。そう、もう撤収とかしてるの。その中で、その、僕らの場所をね、少し作っていただいて、やらせていただいたっていう、本当にね、神だよ。だからみんなコーヒーレク買おう。コーヒーレク買おう。そして配信の設定です。こちらになります。よろしくお願いします。これで大丈夫ですか？大丈夫？これで。これ大丈夫ですか？これじゃあ不十分だったら、また言ってください。うん。大丈夫ですか？もう大丈夫。キャプチャー撮りました？大丈夫ですか？はい。大丈夫ですね。まあ、そういうことなんですよ。なので、そう。だから、今回ね、本当にそのなんだろう、サイン会あったなら言ってくれよっていうね、気持ちもわかります。そう言っていただけるのも本当にありがたいことで、うん、全部ありがたいんです、本当に。でも今回本当にわからなかったので、ギリギリまで本当にインテルさんのご厚意でやらさせていただいたので、うん、本当にそうですね、そこは申し訳ないという気持ちとともに、また何かの機会っていうのを必ずあると思うので、その際にぜひとも来ていただければ、そうですね嬉しいなと思います。うん、ごめんなさいね、うん、申し訳ない。そう、最初道路脇のね、そうなんですよ、まあ、でも道路脇のなるべくあの邪魔にならないね、コインロッカーの方でやらさせていただこうかなと思って、そうなんですけども、そう、それでね、インテルの方がね、いやお高さん、ここの部分あの撤収あるんですけど、その横でよければって言っていただいて、いや本当にマジ神だなって、コーヒーレイク、やっぱコーヒーレイクだなみたいな感じになりました、ね、うん、本当にありがとうございます。 M ヒローはやらないですね、はい、M ヒローでもいいと思うんですけども、雑談しながらやるのはエイムヒローよりこっちの方がいいかなと思って、うん、まあ、エイムヒローっていう線も考えたんだけど、ね、まあ、あくまで雑談しながらボット打ちをするのがこの回のなんだろう、目的なので、雑談コメントを見る暇がなかったりするとね、なんかあんまり意味ないのかなって思うので、この形が今のところベストですからね、もっといいやり方があるという提案があるならば、ぜひともお気軽に、この時間に行っていただけるともしかしたら採用されるかもしれないです。よろしくお願いします。商品購入者にサインとかでもいいなと思った。そうですね、それも案の一つとしては、そうですね、面白いのかもしれないです、はい、まあ、そうですね、まあ、結構ね、その一個ね、そのサインをさせていただくっていう形を整えるのにもね、やっぱりインテルさんぐらいの大きな会社だと、さまざまななんだろう、セクションを乗り越えないといけなくて、まあそうです、ね、また本当に今回ね、非常に
インテルさんと一緒にやらさせていただいて、まあ、本当にその、まあ、実際ねどういう曲だったかわからないですけど、でも、まあ、話した際には本当に良かったと言っていただいたので、また機会が、ね、あるかもしれないので、その際にはぜひともご提案させていただきたいと思います。ありがとうございました。ヤマトモさん的に現状日本が世界で通用する e スポーツは何だと思いますか？世界で通用する e スポーツ、世界で通用する e スポーツっていうのはどういう意味だろう、どういう意味なんだろう。世界で通用するチームがあるゲームはどれですか？か、世界で通用するような工業として成り立ってるゲームはどれですか？か、か、俺そうだな、割と今日本勢ねめっちゃ頑張ってると思うよ。一昔前に比べてかなり結果を残し始めてる。まずレインボーシックス、格ゲーだけじゃないですよ、あれですよ、最近はかなりシューティングいいと思いますよ。個人的に伸びてきてますね。もうそろそろ爆発するんじゃないですかね。レインボーシックスを筆頭に、あんまり知名度はないんですけども、ロケットリーグ。ロケットリーグはね、注目ですね。これは。ロケットリーグもかなり注目した方がいい。今、日本ってめちゃめちゃロケットリーグの人口少ないんですけど、こうね、アジアのね、スタープレイヤーが日本にいるんです。少ないのに人口が。なぜか日本にいるんですよ。で、そのプレイヤーたちが今、ある組織っていうか、まあそこはね、ちょっとあの見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、そこある組織に、ね、目をつけられて、まあ、今、チームとして活動してるので、プロゲーミングチームとして。非常に躍進が楽しみですね、ロケットリーグ。ロケリはね、マジでね、かなり今、いい感じですね。そうですね、あとは GO が熱いですかね、個人的に。あともう少しじゃないですかね、GO。まあ、これはもう完全に違うプロゲーミングチームの話になっちゃうんですけど、まあ、名前別に出してもいいと思うから出すけど、スカーズアブソリュート、かなりいい線というか、かなりいいとこまでいってます。はい、なのでぜひともね、要チェックやで。そうですね、その強硬的な意味合いをね含めるとね、ちょっと違うかな。そうですね、多分その捉え方だよね、多分今の質問のね。俺もどっちか分かんなかったから、多分サドモンさんとかはね、多分全体的な俯瞰的な意味で多分意味を捉えた。俺はあくまで今チームの話をしてます。熱い。だからね、なんだろうね、パブ G もだって結構、まあ、アジア大会だけどめちゃめちゃいい線いってるし、なんだろうな、まあ、そんなに悲観するほどでもないかなっていう感じだよね、そのプレイヤーの実績的にはね。はい、なのでそのプレイヤーたちがこう今後ねどう拾われて爆発していくのか非常に要注目です。はい、おすすめです。まあ、これらのね、これらのチームってのは非常におすすめですね。昨日日本テレビでやってた時空の特集は見たんですか？残念ながらまだ見れてません。でも見たいですね、見たいですね。どっかで見たいです。ああいうのは大体ね、どっかでそのうちアーカイブになるからね、その時にね、こうそこのアーカイブで見るのよろしだと。大体ね、残念ながら昨日は見れません。まあ、そんな感じですかね。矢野さん、ぶつ森はダウンロードしましたか？今日、俺もぶつ森さ、やろうかなと思って関さんに聞いたんだよね。関さん、ぶつ森なんかダウンロードしたけど、実際どうなんやろっつったら、そうっすね、まああれは、まあ、あ、そうっすね、みたいな反応だったから、そっか、みたいな、なんか、あのポケモン GO の時みたいな、なんか、あの、熱さはなかったから、あそこまでなのかなって、まあ、ポケモン GO も速攻冷めてたけどね。速攻冷めてたけど、まあまあね。ぜひとも e スポーツマガジン e スポーツマガジン、
22日に発売してますので、よろしければお手に取っていただければなと。今話に上がったね、格闘ゲームの方とかのインタビューもいっぱい盛りだくさんだし、なんか僕のなんかめっちゃかっこよく撮ってもらった写真とかもあるんで、あの水着姿ではないんで、はい、まあ、そういったあれもあるんで、ぜひとも、ね、そちらを見ていただければなと思います。でね、あ、そう、 e スポーツマガジンがね、そう発売されたんですけど、僕ね、すごいね、あれなんですよ、e スポーツマガジンで嬉しかったのは、その、なんだろう、ちゃんとゲームの競技者を辞めた後の人として扱ってくれたの。これね、その本当に e スポーツマガジンを発行した白夜処方さんっていうんですけど、めちゃめちゃちゃんとしてるなと思って、そこをこう、うやむやにしてさ、例えば、こう、なんだろう、なんか、宣伝文句を使いたくてプロゲーマーとか言うんじゃなくて、ちゃんとそのもう一戦終わってトリーマーっていう立場になったというところからちゃんと書いてくれてるので、めちゃめちゃね、ありがたいっていうか、いや、ちゃんとしてるなっていう、ちゃんとしてるっていうか、なんだろうな、本当になんだろう、素晴らしいなって思って、そのなんだろうな、インタビューの質問内容とかも、いや、全然他社さんがね、その劣ってるとかじゃなくて、そのなんだろう、そのインタビューをしてくださった方はですね、別に e スポーツについてまだ本当にこれから知っていくんだと、そういった方なんですよ。それでもそのものすごいね、なんだろう、親身というか、決してその e スポーツがこう、なんだろうな、新しいからこう次の商売品にしてやろうみたいな感じではなく、本当にそう尊重して聞いてくれてて、いや、あれはね、本当にありがたいな。そう、同じ流れでいくとね、その別に他のね、今名前が出てない他社さんがそのダメとかいう話ではないんですけども、ファミ通さんとかもね、すごい親身になって聞いてくれるので、僕は本当にやっぱり嬉しかったですね、話す側としてもすごく嬉しかったし、やっぱそういったちゃんと聞いていただけるっていうのは、本当にそう嬉しかった。東京下北沢さん、100チェアありがとうございます。寒い中イベントお疲れ様でした。そう、寒い中ですけどね、皆さん来ていただきありがとうございました。僕らというより本当に来ていただいた方が本当に心配でしょうがなかったですけど、来ていただいた方大丈夫ですか、風邪ひいたりしてませんか。かなりね、寒い会場だったというか、駐車場をね、あれは組み立てて一夜城みたいな形で作ってた会場だったんですけど、先生、白夜処方さんが出てる e スポーツマガジン税抜き1300円、11月22日発売のお話です。はい、そうですね、そう、来ていただいた方にはね、僕本当に心配になる格好してる方がいて、服にね、縦マークでデトネーターって書いてあるんですよ。で、半袖なんですよ、その方。半袖だし、髪も短いの。そう。だからね、本当にね、そう、寒くないのかなって思う人がね、一人いましたね。まあ、箱丸さんなんですけどね。箱丸さんなんですけどね、まあ。箱丸さんなんですけどね、びっくりしましたよ、本当にたまげたなーと思って、寒いだろうになーって靴下3日ぐらい連続で履いてる。どういうこと、靴下3日連続で履いてるって。私、僕は配信してるとき靴下脱ぐ主義ですからね。絶対に配信してるときは靴下を脱ぐ。なぜかというと、配信部屋はね、足元がめちゃめちゃ熱いんですよ。PS2、PS3、PS4、スイッチ、パソコンが置いてありますからね、さらにはノート PC、これだけのものが置いてあるとね、下は地獄絵図です。上に行けば行くほど空気が冷えていくっていう、不思議な部屋です。不思議でもないよ。足元がめちゃめちゃ熱い。そんなちゃんとパーカーの中にデトニー、おちゃんと、この愛車精神をね、見抜いた人がいましたね。僕はね、そうなんです。実を言うと、今日全然、多分来た人の9割クブクリーンは気づかなかったと思うんですけど、デトネーターのユニフォーム着てたんですよ。半袖ですけど。
別に気づいてくれなくてもいいんですけどね、着物の裏地みたいな感じですよね、生きってやつですよ、うん、でも気づいてくれた人がいて嬉しいです。ちなみに毎回着てます。見てるの本当に靴下だけ、下は履いてますよ、ちゃんと大丈夫ですよ。800度なんなんすよ、山田さんって意外とイケメンですね。昨日からね言う人いるけどね、意外にって何なんだろうね、動画から知った人はね意外になのかね、声から入ったのか謎ですね。僕が声だけしか出してない媒体なんてないんですかね。はあ、まあというわけでね、そんな感じで今日のイベントね、本当皆さん寒い中ありがとうございました。嬉しかったです、うん、嬉しい、楽しいでした。そうね、昨日ねちょっと話題になったじゃないですか、僕から悲しいことにデトネーターに入ってきてるくれてる人がね少ない、これはどうにかしないといけないという話ですよ。これはねでもね、どうにかしないといけないという話はあるんですよ。これはね未だに変わらないんですけど、もちろんね。ただ今日嬉しいことがあって、嬉しいことがあったんですよ本当に。あのですね、今日来ていただいた方の中にね、なんとね、僕しか知らない人がねいたんです。希少種ですよ、もう砂漠の中から見つけたダイヤみたいな感じです。いたんです。そう、めちゃめちゃ嬉しくて、聞けばよかったね、どっから知ったのかなって聞けばよかった。うん、そう、ここ大将だった。そう、どうやって僕のどこから入ってきてどこに抜けていったのかっていうね話なんですけど、めちゃめちゃ嬉しかったですよ。そう、天然記念物ノアさんにすらさん100周ありがとうございます。ときメモだったのかな、あのね、これちょっと言うとねあれですけどね、女性の方だったんです。なんかね、めっちゃ綺麗な女性の方だったんですけど、めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。俺を知ってて関さんを知らない人とかって本当にないんですよ。当たり前なんですけど、関さんを知ってて俺を知らない人は多いよ多分。2人に1人ぐらいは多分俺のこと知らないと思う。でもこれね、どっから来たのかなって。どっから来たのかなって、何にもないんですよ。ただこれからも頑張ってくださいって言って去ってる。そう、ただそれだけです。超レアです。どっから入ってきたのかなと思って本当に、いや嬉しいよ。え、ヤマトンさんの横の人誰？嘘だ、その方ではないですよ。一人だったからね。あれかな、やっぱり罠かな。確かに罠だったかもしれない。確かに、あ、インテルの社員さんか、多分インテルの社員さんかな。あれ、なんかそんな気がするな。多分あまりにも不憫な俺を見て、もしかしてインテルの社員さんが演奏してくれたの。そうかもしれない。いや冗談さておきね、いやその別に男性とか女性とか本当に関係なくて、ただ単純に興味がある。どこから入ってきたのか本当にどっから入ってきたのマジでっていうのと、その今箱丸さんが言ってたね、その話も気になるけど、ただね嬉しいですよ。やっぱりそのちょうど昨日ね、嘆いてたんですよ。やっぱり僕も目立てるように頑張らないとなっていう話だし、まあそれをねでも引き続きね頑張らないといけないのはもちろんそうなんですけど、ただね、そういう存在がこの世にねいたんだっていう、ね、その尊さ、そう尊さよ本当に。え、いたんだみたいな、そう、だから本当にその方はね、この配信は見ていないかもしれないんですけど、まあ本当にありがとうございますとお礼を言わせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかった。
それはでも嬉しかった、尊い。でもそっからね、関さんのところね、知っていただけたら、ね、もっと50倍嬉しいですけどね、僕はね。その入り口になってくれたのが本当にね、目に見えてね、いてよかったなっていう、ただの感想です、本当に。うん、いやそれが僕はね、あの角刈りの黒人のタンク、この寒い中ね、タンクトップしか着てない、例えば5人でもね、全然嬉しいですよ。同じぐらい嬉しいですよ。当たり前ですけど。うん、だからそういう存在がいてくれたっていうことに対してですよ、本当に僕の嬉しさをね。僕、彼女いますから。ひかりちゃんがいるから。僕にはひかりちゃんがいるから、ごめんねって、うん、言うからね。うん、え？そう、本当にね、僕にはひかりちゃんがいるから。え？はい、いや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 、本当にありがとうございます。そういう方がいてよかったなって思った。厚みじゃないですよ。わかる？思いの大きさは厚みじゃないんだよ。心の大きさは厚みでも表現できないし、何にでも表現できないの、それは。うん、厚みじゃない。うん、本当にありがとうございました。うん、違いますよ。何者なんですか一体あなたはってなるじゃないですか、たくみさん。というわけで、おちょっといや、それわかんないです。本当にそうなんですかね、わかんないですけど。え、これなんですか、これ初めて見たんですけど。山田綺麗な空さん、ギフテッ、あ、新機能サブスクのギフトですね、ありがとうございます。こんなこともあるんですね、わかんない。本人かは全然わかんないですけどね。まあでも、まあもしね、あの見ていただけてたら嬉しいですねぐらいの勢いで、はい、いたいなと思います。まあ、ね、それはさておきね。まあ、それはさておきですよ。まあ、本当にだからそういういろんな様々なことがあってね、本当に嬉しかったなっていうイベントでしたね。まあ、まあね。いや、嬉しかった。まあでも、そうですね。ほらー、まあでもでも、まあでもでも。あかね613さん、2ヶ月目のサブスクライブ継続ありがとうございます。デトネーターの中で先生の配信が一番好きですと言っていただけてますが、本当に、それは一番嬉しいです。でもみんなを、そうですね、みんな好きになってください。よろしくお願いします。でも一番好きって言っていただけるのは、非常に名誉だし、ありがたいと思います。ありがとうございます。嬉しいです、単純に嬉しいです。うん、でも今そのサブスクライブ山田綺麗な空さんにねしていただいた分、じゃあそうですね、僕の配信をよろしくお願いします。よろしくお願いします。次はですね、12月2日ですね。まだ告知は、これは、まあ、やるよってことしか出てないんですけど、12月2日も、インテルの大阪イベント、よろしくお願いします。そんな、またご冗談を。いえいえ、そんな。ちゃんと見るんだぞ。というわけで、そうですね、2日の大阪のインテルさんのイベントですね。でこちらに関しては、まだその、なんだろう、こう、一般っていう方よくない。見に来ていただいてる方、そうですね、見に来ていただいてる方が、と、ちょっと僕らがね、交流できるチャンスが、まだ不透明なんですよ。やっぱり、ちょっとギリギリまで、まだわからない。
ので、そうですね、その一応あるということだけ、はい、あの情報は出てますのでお伝えさせていただきます。ただまだ今回みたいにその場所を取っていただけるっていうか、そのそういう時間があるかどうかもわからない、何もかもわからない状況ですので、そうですね、ちょっと続報をお待ちいただければなと思います。よろしくお願いします。うん、いや大阪、そうですね、まあぜひとも、うん、来ていただきたくはあるんですけど、まあそうですね、今回みたいにあんまりというか、まあ、今回もね本当に人来ていただいてありがたいんですけど、そのやっぱりね警察の方がねどうしても、まあ、当たり前ですよ、その車が通るとこですかね、あの交通整理とかしなくちゃいけなくなって、やっぱいろんな人にね迷惑がかかってしまったりもするんで、僕らも結構気軽にね本当に何だろう、皆さんと、もちろん皆さんとね本当に話したい、それはもう間違いなくて、まあ、今回みたいに本当にご好意がでもないと実現できないので、うん、なのでなるべく実現はしたいんですけども、ちょっとできるかわからないので、まだちょっと相談してからという形ですね。はい、よろしくお願いします。ほぼ毎週イベントしてるね。そうですね、ありがたいですね、単純に、うん、単純にありがたい。僕らをやっぱりイベントっていうのはただ出て終わりではなくて、その一番大きいのはそこで何だろうな、何ができたかっていうのがやっぱり残りやすい部分ですよね、イベントの一番大きなところって。例えばその今回だったらインテルさんですよね、インテル様にやっぱり直接現地でその見ていただいて、で僕らがこう喋ったりとか、その実際にね社長、江田社長さんですよ、まさかこう2人組でデュオをねやらさせていただいて、まあ、それが本当に楽しい形でねできたりとか、まあ、そういったなんだろう、まあ、実績っていうか、まあ、今後にねつながる部分っていうのはあるので、まあ、ぜひとも配信以外の部分でもそういった部分頑張っていきたいなっていう、のはありますね。なお、ライミさん、100チアありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。いやでも、本当に、その、インテルの方ともいろいろお話できたし、言うことなかったな。楽しかったな。楽しかった。果たして僕の顔は覚えてもらえただろうか。覚えてもらえればいいな、よかったなと思いました。慣れしてるねっていうのはね言われましたね。それはありがたかったね、単純に今までやってきてよかったなって思う。活動も幅広くねできるようになるからね、チームへの恩返しもできるし、そういった意味で本当にそういうイベントっていうのは大切にしていきたい、皆さんと会える貴重な機会でもあります、あります。本当に普段はこうやってコメント越しでしか話せないけど、まあ、実際に会って話せるのってやっぱそういうイベントだと思うし、やっぱりそういう機会を大切にしていきたいかな、まあ、そのためなら別に俺はね一日で大阪行って一日で大阪から帰ってきてもぼっと打ちするしね、全然本当になんだろうな、せっかく見ていただいてる方とかに報いたいというか、まあ、それでなんだろうな、それで良かったなって思ってもらえるならやりたいです、ね、やっていきたいですよね、マジで。インテルのお偉いさん、君がときめもで有名なヤマトンくんかい。ちなみにねこれね、あれですよ、僕エイミングさんに行ったんですけど、この間諸事情でね、諸事情で行ったんですけど、ヤマさんなんかときめきメモリアル配信してましたよね、てか見てましたよ、最初ちょっと遠回りだったんだけど、配信してましたよね、いや見てましたよって言われて、あはい、あってなって、あはいって、いやあのまあちょっとちゃんと事情あるみたいな話をしてね、いやあのこういう意図があって やったんですよっていう、ホムラン55さん7ヶ月目のサブスクライブ継続ありがとうございます。
イベントには行けそうにないのでサブスクだけしときます。いや、ありがとうございます。いやでもイベントに何だろう、まあ、来ていただけるのはもちろん嬉しいですけども、こうやって何だろうな、コメント越しでもね励ましていただけるのも本当にありがたいですね。ありがとうございます。そうなんですよ、困惑。いやでもね、それがねうまくね話がつながったからね、よかった。それでプラスな向きにね話がつながった部分があったんですよ。なんとね、信じられないと思うけど。それはね、今後の僕の続報をお待ちください。はい。なんとこの話からねうまくつながったんです。信じられないでしょ。この話からねつながる仕事だってあるんですよ、世の中。すごい、すごいでしょ。うん、よかった。信じられないでしょ。そういうこともあるんですよ、世の中。婚活をしてただけじゃないんですよ、僕は。うん。そうね、デトネーター恋模様ということで、ね、まあ4人のうち3人はね、残念ながらX 軸 Y 軸の人間との交流なんですけども、まあそうですね、全然 X 軸 Y 軸でも大歓迎です。うん、そこに Z 軸がなくても愛はあるもの。以上です。まあそうですね、 VR でまあ Z 軸を増やしてもあるんですけど、ね、うん、Z 軸がなくても愛はある。山田絹さんさん、200チェアありがとうございます。頭輝いてますけどね、いいんじゃないですかね。まだ大丈夫です、大丈夫。いざとなったらって、僕にはひかりちゃんがいるから、ね、大丈夫。そう、どう言ってもね言われるからね、決め物配信を見ましたって。あれでも本当にいろんな人見てたんだな。そんなに衝撃的だったのかな。やっぱり衝撃的だったんだろうな。わざと一番遠いとこ選んだからね、一番衝撃的なとこを狙ったからね、1回目はね。僕にとって矢野さんに Z 軸はないんですが、ぜひともイベントに来ていただいて、 Z 軸の僕とお話ししていただければなと思います。今は X と Y しかないけど、 VR 配信とかもあったらいいのにね。 VR 配信ってさ、そのうち絶対できるくね。俺のさ、俺がこう浮くの、すごいホログラフィック上でふわーって浮くの、それを見るの、うん、面白くなさそうだな。特に面白くなさそうだな。うん、特に面白くなそうって、そんな配信見ても、うん、まあそんな感じですかね。うん、ぜひともね、その枝社長とインテル枝社長とのデュオは、後ほど記事にされるプレスさんのね記事を見ていただければなと思います。VR 用の、そう、僕が言いたかったのはそういうことなんです。 VR 用のカメラ部屋にそう設置して、部屋にいるように俺のねプレイしてる横から画面を覗けるみたいな、そういうの良くないですか。で実際俺に触ると触感が出るの、触感が、そうだ、殴ったりすると痛みが伝わるの。それがその配信を2000人とかが見るの。上さ言えないですね、それは多分あんま言っちゃいけない部分だと思うので、ものすごい多くのねいろんな企業さんが来てましたね。ありがとうございます、感謝します。まあ多分インテルさんからもね出ると思うんで、それをちょっと楽しみにしていただければなと。多分大阪のイベントが終わった後、原稿を書いてアップするって形になるから、だいぶ先じゃないかな、まだ1ヶ月ぐらい先じゃないかな公開されるの。まあでもぜひとも面白かったので見て
ていただければなと思います。2000人がそう触ってね、そうそう、ツルツルになってそう、終わったら俺ツルツルになってそう、肌がもう大変なことになってそう、肌の色変わってそうだよ2000人に触られたら。お地蔵さんだってツルツルになるからね、触られ続けたら。な、俺だってツルツルですよ、そんな完全に。まあ頭もツルツルですし、そんな、うん。真っ赤になると思うけど、みんなリアルな話するね、その怖いこと言わないけどさ。まあまあでもね、そういった技術がね進歩して、そういう配信ができたら面白いね。いいよね、そうしたら料理配信とか絶対面白いじゃんね。俺のじゃあ料理配信横で見ててくださいってさ、チチチチチチッつってガス的でさ爆発するのとかも横で見れるんだ、絶対見たいでしょ。 VR 配信は絶対需要あるな、今あるもんね、仮想空間でさみんなでシアターみたいな感じで見れる配信とかさ、あのドタツとかやってるもんね、あれが好評だったかは知らないけど、そういうのあるもんね、デジタルチケット面白そう。爆発するみたいな、味覚再生エンジンとかね、そうあったら、よっしゃ今日僕がハンバーガー作ったんで食べてくださいっつってね、こう味わっていただくことも可能ですしね。ね、あの高橋スペシャルとかね、ぜひとも作りたいからね。高橋スペシャルのレシピはね、もう俺のメモ帳に入ってるからね、今後やるゲームの下に書いてある、ずっと高橋スペシャルの材料が、はい、ぜひともね、楽しみにしていただければなと思います。僕の料理配信、お料理配信、林の料理配信。ナビスト1293、100チャーありがとうございます。イベントお疲れ様でした。というわけでイベント皆様お疲れ様でした。まあ明日はね、残念ながら、残念ながらっていうか、まあ税理士さんのところにね、ちょっと僕行ってちょっと相談をしたいと思うので、はい、税理士さんに、ね、相談して、あとはちょっと親孝行しています、はい、なので明日は配信休み、夜のボット打ちはやります。夜のボット打ち、よく言い方が良くない、言い方が良くない、夜にやるボット打ちですね。夜にやるボット打ちは、これはやります、どこにいてもやります。僕は地球の裏にいても配信してやります絶対に。配信できない場合はスクリーンショットをツイッターにアップします。以上です。なのでよろしくお願いいたします。そういうね、そう、配信、これはね配信じゃないんですよ、僕的に。これはね配信枠じゃないんで、ボット打ちは本当にコアなユーザーさんに向けたダベリ雑談配信、雑談ラジオ。というわけでサッキーさん100チェアありがとうございます。税金対策頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります、頑張るよ。税金対策ではないですけどね、なんだろう、追徴課税とか大丈夫かなみたいな、そう、どう処理したらいいですかっていう相談ですね。ノアスタニスラスさん100チェアありがとうございます。ボット打ち配信感謝です。いや、こちらこそいつも見ていただいてありがとうございます。いつもね、いろんな配信しても見ていただいてるんで。ということで、終わり際にね、ところで、なんでボット打ちをしてるんですか？ 1、 少しでもハイ選手にしたい。 2、 シューティングゲームをやらなくてもエイムを維持したい。以上です。今回これでお疲れ様でした。絶対確信犯でしょ君、絶対君確信犯でしょ。うん、お疲れ様でした。さよなら、また夜、明日の夜。